どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2018年10月に SFC 修行を終えて、2018年の10月の、7日に私は、プラチナ会、プラチナプレミアムポイント5万ポイント貯めて、終了となったわけですけども、そこからですね1週間ぐらいでこちら、まあ、私はあのブロ、一気にやったんで、このブロンズのステータスカード、プラチナのステータスと同時に届いたわけですけども、こちらが1週間程度ですね、届きましたね。それと同じぐらいに、この SFC ネームタグっていうのが届きました。で、それから1週間後ぐらいに、この SFC スーパープライアーズカード自体が届いたわけです。で、2019年のちょうど今3月ですね、今週の初めぐらいにこの SSC プラチナのステータスカードが届きました。で、まずですね、SFC 修行して5万プレミアムポイントを貯めると、その年のステータスカードが届きます。それはその年、その年度の4月までが、そのステータスですね。まあ私の場合2018年10月に終わりました。で、2018年と2019年の4月までがこのプラチナステータスカードで利用できます。で、2019年が本会員としてプラチナステータスをの会員ステータスが利用できます。こちらは、2019年、2020年の3月までですね利用できるという形になっております。これたまに知らない方いるんですけども、まあ、その SFC 修行されて、その年は、事前サービスという形で同じような、会員ステータスのが利用できます。で、その次の年度が、本会員としてプラチナステータスで利用ができます。まあ、今回はですね、まあ、こちらのプラチナステータスを、もう一度ね、振り返っていきたいと思います。で、この SFC 自体はですね、SFC カード、ここに SF スーパープライス書いてますよね。こちらはですね、5万プレミアムポイントを貯めて、ANA の、アプリでも、ウェブでもいいんですけども、自分のマイページがプラチナになった瞬間に申し込みをしてください。まあ、なぜかというと、こちら申し込みしないといつまでたってもスーパープライヤーの申し込みは来ません。JAL などのようにですね、勝手に送ってきてくれたらいいんですけども、そういうサービスはないので、自分で、申請が必要です。ですので5万プレミアムポイント貯まったすったらすぐにですね、この SFC カード欲しい方はすぐに申し込みをしてください。それでは次に、特典をね見ていきたいと思います。プラチナ会員になると、プラチナステータスと一緒にこういう冊子がね、1枚目の冊子が来ます。こちらに全て書いてありますので、まあ、SFC 修行達成された方はね、こちらをぜひ参考にしてみてください。で、まあ一応今回ね、紹介させていただきますけども、まずプラチナデスクというのが利用できます。まあこちらの後ろにね、電話番号書いてあるんですけども、固定電話からなんと無料でね、電話できるようになります。で、残念ながら携帯電話の場合は有料になりますので、そこだけご了承ください。で、次にですね、手荷物、プラチナ会員、SFC 会員になると、2つで23キロまでだったのが3つ、ちょっと増えるんですね。まあ私の感覚でまあ2つでそんなに困ることはないんですけども、まあ荷物が多いっていう方はね、こういう特典もいいですよね。1つ、余分にオーバーするものなら本当に3万とか4万とか取られますので、ね、まあ、こちらも、ね、いい特典となっておりますね。次に、座席のアップグレード、国際線を利用した場合、対象運賃でなくてもですね、エコノミーからビジネスクラ、プレミアムエコノミーのアップグレードを行っております。まあ、こちらはですね、2019年、今年の9月だったかなで終了してしまうんですけども、
まあ、アップグレード対象運賃じゃなくても空席があるよね、プレミアムエコノミーにアップグレードしていただけますので、こちら本当にいいサービスだったら残念ですよね、終わってしまいますんでね。で、まあ、今の時点ではまだ残ってますので、まあ、利用されている方はね、一度、まあ、多分空いてればアップグレードされると思うんですけどもね、チェックインカウントで聞いてみるのもいいかもしれないですね。次に、チェックインカウンターですね。チェックインカウンターは国内外ともに、優先チェックインカウンターを利用できるようになります。こちらもいいですよね。特にエコノミークラスとかで利用されている国際線の時などは、本当に混み合うところは本当に混みますからね。でですね、一つあれなんですけども、こちら SFC 入ってますけども、こちらの ANA ワイドゴールドカードで、ゴールドカードの場合ですと国際線の時だけなんですけども、ビジネスクラスのチェックインカウンターこのカード持ってるだけで利用できますので、まあ、そちらに一応覚えておいてください。まあ、特に混み合う空港などですね、せっかく利用できる場合利用していただけたらなと思いますので、ね、で最後にですね、こちらの SFC のカードで、まあ、一番の特典といっても過言ではないんですけども、家族カードですよね。家族カード、私も妻がいて、私が SFC 修行したことによって、妻も SFC スーパーフライヤーズ家族会員になれてるわけなんですけども、まあ、私がね SFC 本会員になっただけで、妻も SFC 家族会員になれるんですね。で、この家族会員っていうのが本当にすごいのは、本会員とほとんど特典変わらないんですね。もちろん、先ほど説明した、空席待ちの優待もありますし、 ANA ラウンジ国内外ですね、私がいなくても、妻だけの家族会員で利用することができます。これって本当にすごいですよね。まあ、私が本会員になって、で妻が結局平会員だと、その家族持ってる方はね、このスーパーフライヤーズの会員が完全に無駄になってしまうのを、懸念されて多分ある制度だと思うんですけども、まあ、こちらは私のターンの予想ですけどもね、すごいですよね。っていうのが、SFC のね一番の特典となっております。で、あともう一個ね、ちょっとこれなんですけども、アップグレードポイントっていうものが、この SFC 修行すると、 SFC 修行するとっていうよりかは、このプラチナ会員になるともらえるんですね、アップグレードポイント。で、国内で、私のように ANA だけで利用した場合は24ポイントもらえます。本会員になった、プラチナステータス本会員だとするので、私の場合2019年の4月から1年間の有効期限で24ポイントもらうことができます。で、いろんな会社の B を利用して5万ポイントプレミアムポイント貯めた方は10ポイントだったかな、ちょっと下がるんですけども、アップグレードポイントっていうものをもらえます。で、このアップグレードポイントは一番いいのが、国内線の利用した場合、1個上のプレミアムクラスに利用、4ポイント利用することができます。本当にこの普通席からプレミアムクラスっていうのは結構値段が変わりますので、まあ、もしね利用する便で、利用できるときはぜひアップグレードポイントで利用していただけたらなと思います。で、アップグレードポイントは1ポイント、1000スカイコインに交換できるっていう、キャンペーンを、ね、ずーっとやっておりますので、まあ、そちらで1000円にしていただいてもですねいいかなと思うんですけども、まあ1、その1アップグレードポイントの利用価値っていうのを考えると、一番いいのはプレミアムクラスへのアップグレードが一番いいかなと思います。まあ、あとは、ANA ラウンジを利用する場合、まあ、私が
友人2人連れて ANA バンジー行く場合ですね、1人はこちらね SFC のスーパーフライヤーズで、プラチナ会員、スーパーフライヤーズ会員として1人、同伴者として入場させることができるんですけども、もう1人の友人は私の力では入れられないので、まあそういう時にアップグレードポイントを使って、ラウンジに入室させることができます。まあそんなもんですかね。まあ、今回は、スーパーフライヤーズで、ゲットできるこのプラチナ会員の特典ですねを説明していただきました。いかがだったでしょうか。まあ、今回ざっくりと説明してさせていただきましたけども、まあ、せっかくね、ANA プラチナ会員になって、スーパーフライヤーズ目指してねなった方はぜひ、アプリが切り替わった瞬間にでもいいので、このスーパーフライヤーズカードね申し込みしていただけたらなと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いしたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。